皆さんどうもこんにちはチューマン氏のスケース今日はよろしくお願いします。<laughs> まあこんなすごい人たち人たちの中で大取りになってしまってすごいちょっと今緊張して哲学の話とかちょっとされちゃってちょっと困っちゃってるんですけど <laughs> えっと一応15歳ですで今ソンマスヨシ経済団様にご支援をいただいてシンガポールに留学していますで昨日日本に帰ってきました。 まずまあ軽く僕はどんな人間で今まで何をしてきたのかっていうのをちょっと説明したいと思います2003年の6月29日親が海外駐在中だったえっとロンドンで生まれました、まあ、1歳になる前にまあ日本に帰ってきて東京に進み始めてもうレゴが好きすぎるまあ少年でしたで2010年にはレゴが好きすぎてあの当時建設中だったあのスカイツリーを見に行って あのウェブの公式サイトにあるなんていうんですか完成予想図みたいなのを参考にしながら2メートル超えのやつをこうあの机とかにこうよじ登りながらこうやって作ったらまあ第6回レゴブロック作品コンテストでまあ最優秀賞を取ってしまうま,まさかのって感じなんですけどね。でレゴから僕はプログラミングに出会って小学4年生の10歳の時から iPhone アプリ開発を始めました。 で2015年の小6の、えー、12歳の時にはえー、っとアレジーっていう食物アレルギーの人のための翻訳 iPhone アプリを作りましたでその2015年同じ年の、まあ、同じ年齢の時に、まあ、プリ甲子園にアレジーと一緒に出て優勝しましたその時最年少でも明らかにもちっちゃいんですよね明らかにも身長とか比べて頭一個分違うみたいな感じになっちゃってるんですけど でまた同じ年 U−22 プログラミングコンテスト経済産業大臣賞、まあ、優勝相当の賞を、まあ、取って、まあ、当時は小6は二冠したっていって、まあ、そこそこ話題になりました <laughs> 時はたって2017年7月中学2年生の14歳の時に孫正義経済団の一期生にあの選んでいただきましたで2018年1月に孫正義経済団様のおかげでシンガポールに留学することができました でその留学した年に、えー、誰でも誰もがもう楽しめる iPhone カメラアプリ AR を使った iPhone カメラアプリアスナップルっというのを開発しまして、えー、アプリ甲子園2018で準優勝しました、えー、さっき紹介したアリジーとアスナップルぜひダウンロードしてくださいあの QR コードあるんでちょっと待ちますあの今やっていただれるとありがたいです <laughs> 大丈夫ですかねありがとうございます まあさて、まあね、今日はあのテーマが分岐点ということで、まあ、僕の分岐点がまあどういうものだったかそれが僕をどのように変えたのか、まあ、そこで選んだ僕がなんていうんですか選んだ道っていうのは正解だったのかということについてまあ話せればなと思ってます、まあ、一応僕はグローバル担当なんでグローバルと教育とテクノロジーを交えて話していきたいと思います、えー、まず僕の分岐点、まあ、2017年に僕は分岐点にたどり着きます 孫正義経済団の一期生に選んでいただいたことで僕の夢の一つであった留学をすするチャンスが訪れます、まあ、正直言ってもういざそのチャンスが訪れるとなかなか選べないんですねどっちがいいか。まあ僕はまあまあその選べなかった理由っていうのは両方とも魅力的なんですよ、まあ、日本を選ぶ理由としてはまず僕は14年間日本で過ごしてきて全部日本の学校に行って大好きな友達もたくさんいるし。 プログラミングのコミュニティもあるし、まあ何ですか、子供プログラミング教育の第一波にアレジーで乗った僕は、まあ正直まあチヤホヤされて、まあ日本でまあ生きていくことも結構まあ魅力的ではありました。まあで留学した後、まあ今中二からまあ留学して、英語がその海外有名大学に入れるほど上手くなるのかとか、まあ英語はただ喋れるようになっても、それでアカデミックな文化書けるのかとか、まあいろいろいろんな不安ありました。 友達ももでできないかもしれないいかかしれすねだって英語しゃべれないし友達関係ってもう中高生にとっては一番大事みたいなもんじゃないですか、まあ、なんですけど、まあ、結局、まあ、僕は留学を選びましたで、まあ、僕は今シンガポールでどんな生活を送ってるかっていうのをちょっと紹介したいと思います僕は今カナディアン・インターナショナル・スクールシンガポールという、えー、と国際バカロレアプログラムっていうバカロレアカルキュラムですねっていうのを採用している学校に 通っていきますすインターで,すでまず僕はなんでシンガポールっていう国を選んだのか、まあ、アメリカとか、まあ、カナダとかも結構魅力的なんですけど、まあ、シンガポールを選んだ理由の一つに僕はビザを取るじゃないですかその時に僕の両親を両親両親じゃないですね僕のお母さんを連れて行けるっていうことでしたその理由は僕確かにソンマ正義経済団さんじゃなくてもそのホームステイに1週間とか行くことだってできたんですけど僕は卵アレルギーがあって。 まあ僕卵アレルギーがあるとそのホームステイとかのそういうプログラムにたまに応募できなかったりするんですね。あのなんていうんですか尾行みたいなところ応募に応募する条件みたいなのに心身ともに健康であることって書いてあってそれにアレルギーを持ってることが引っかかったりするんですよ。まあ、気持ちも分からなくなくなくてホームステイの人が悪気もないのにこう卵が間違って入っちゃっててそれで死んじゃったら大問題じゃないですか、まあ、死にはしないかもしれないですけどね僕は。 まあ、あんまりそこまで悪い症状は出ないので、まあ、なんですけど、まあ、なんですけどシンガポールは僕のお母さんを連れて行けるだからお母さんが僕は寮に入んなくてもお母さんがあの料理をね毎晩毎朝毎昼お弁当を作ってくれるとかだからそれっていうそのシンガポールを選んで理由には、まあ、僕のアレルギーっていうのが結構関係してますで他に教育の面では テクノロジーがめちゃくちゃ勉強に生かされているっていうことなんですよね。僕はすべてのクラスで MacBook を使って95、95%以上、いやもう99%ぐらいですね、の勉強を全部 Mac でやってます。日本で学んでる人からしたら、もう本当に考えられないと思うんですけど、まあちょっと紹介すると、基本的に使っているサービスはこの左側にあるやつで、マネージバックっていうのはですね、時間割とかまあ課題を確認したり、 宿題に必要なファイルをダウンロードしたりとか、成績を確認したり、まあ課題をアップロードしたりとかできます。Gmail では先生にこうなんか休みますってメールを送ったりとか、まあ他の生徒と連絡を取ったりできます。Google ドライブにはえっと各教科ごとにここファイルがあって、まあそこに課題を置いておいたり、教科書を置いておいたりできます。で僕たちはワードとか PowerPoint とか Excel みたいなのを使わずに。 Google ドックス、スプレッドシート、グーグルサイド、グーグル版を使ってるわけです、要するに。なでかというと、僕たちは全部オンラインで作業します。で、グループワークをするときも、みんなオンラインで作業するわけです。だから、みんなで一つのドキュメントを作って、その一つのドキュメントの上でみんながグループワークをするっていう、まあ、ちょっとパッと見、何言ってんだって感じかもしれないですけど、これが海外では種類になってます。一番下のグラマリーっていうサービスは、僕をもう、ものすごく助けてくれてて。 グラマーって英語でで文法じゃないですかあのグラマリーっていうのは例えば三単元の S 抜けてるよとか過去形の形がこうだよとかスペルチェックとか文法のチェックあとは何、えー、て言うんですかねアカデミックな書き方をするときはちょっともうちょっと専門用語っぽい言葉をこう写実としてくれたりとか素晴らしいサービスまあこういうのを使って僕は毎日勉強してますまあ僕が今思うことっていうのはもし僕が 紙と鉛筆の時代に留学してたらまあ間違いなく僕は多分挫折してたなって思います Mac があるから授業中わからないことがあればすぐ調べられるわけです Google があるし翻訳使ってすぐ意味も調べられるし留学って結構日本人の人にとっては英語をこう喋れるようになるために行くっていう感じかもしれないですけど実際は英語を学びながら英語で学ぶっていう状況なんですね サイエンスとか物理とか生物とかただでさえ日本語で学んでても新しい専門用語がどんどん出てきてそれを覚えていかなくちゃいけないなのにそれを英語でさらにやんなくちゃいけないわけでまあ正直言って大変です最初の頃は日常会話もおぼつかないしなのに専門用語が出てくるし友達作りもちょっと大変だしみたいなまあ紙辞書とか電子辞書とかもそんなの使ってたら授業中もう置いてかれるわけです でも僕には得意な、Mac、がありましたプログラミングずっとしててもうずっともう相棒のようにしゃぶっ触ってきたんで,で、まあ、最初の頃は教科書とかを全部コピペしてっていうのもまあ教科書がデータだからコピーできるんですけど、まあ、コピペして Google 翻訳にこうざっとかけて、まあ、大体の意味をつかんでからもう一回読むみたいなもうすごい助けられましたテクノロジーに単語だってこう一発ググれば日本語翻訳が分かんなくてもビジュアルがついてくるから大体分かるし マックなしでの留学は正直言って考えられませんまあ準ジャパンだった僕がまあ平均ちょい下ぐらいでまあスタートを切れたのは間違いなくテクノロジーのおかげです大抵のことは調べればわかるし、まあ、ググって分かることは覚える必要がないっていうのが僕の学校でやってる教育です、まあ、今日は大人の人のもいますけど まあ昔学校で習ったことだいどんぐらい覚えてますか,なん,かこうなんとかの法則方式とかなんか覚えてないですよねあんまりだから子供に何か勉強聞かれた時になんか「えお母さん何んてやったの?」って言われて分かんないからちょっとこっそりこうググってなんとかだよみたいな結構あると思うんですよだからググるって強いんですよね。でまあ明らかに人間の脳のキャパシティっていうのは明らかに限られてます。 だからググれば分かることは覚えなくていいっていうのはかなり理にかなっていると僕は思ってますだってどうせずっと覚えてられないんですもん人間は日々進化してるしだから覚えることだって増えるし昔の情報が逆に否定されることもあるわけですググった情報なんてっていう人もいるかもしれないですけどまあググって出てくる情報の中にはどんどん信憑性が高くなっていってるし情報量も増えてるし情報のタイプも増えてきてます もちろんググって出てきた資料の信憑性を判断する力っていうのが問われますけどまあそれが今こう暗記力とかよりどんどん大事なものになってるんじゃないかなって僕は思ってます。シンガポールでは自分で調べた信用できる情報をもとに自分で考えて自分の仮説を立てて自分で調べて自分で実験して自分の意見を入れて結論を出すレポート っていうのがほぼ全業科学はもちろんありますしまあ美術とかでも全然ありますでも日本では答えは一つで、まあ、数学とか、まあ、科学とかもそうで答えは一つでその答えをこうみんなでこう言う感じテストで,でそれをだから答えさえ暗記すればいいみたいなそりゃ何て言うんですかオリジナル性も育たないなって僕は思いますね。 だから、まあ、シンガポールと日本では求められているものが全然違います。まあ、戸惑いはあったんですよね。最初、やっぱり日本とは違いますから、かなり。でも、これは結構、僕がやってきたアプリ開発に似てて。まあ、正解は一つじゃないし。アプローチもプロセスもいろいろだし、結果もいろいろだし。まあ、いろんな要件や自分が調べたこと。まあ、そのいろいろを、こう、自分がどう判断し。どう自分で形にして、他の人に伝えるか。っていうの、それが問われています。 自分で考えるってことは面白くてなんか今まで嫌いだった教科とかもこっちに来たらなんか不思議と好きになってなんかなんか謎解きゲームをしてるような感覚に陥ったりします。で、まあ、まあシンガポールではこういうふうに違う人をそれぞれ個性を持った うんうんうんちょっと待ってくださいまあ説明するとシンガポールでは、まあ、自分のアイデアが問われるわけでまあでもそれは生徒も楽しいけど、まあ、先生も楽しいんじゃないかなって僕は思っていて、まあ、変な答えを含めて まあ面白い答えとかふざけた答えとか生徒一人一人がみんな同じ答えを持ってくるんじゃなくてそれぞれ違う答えを持ってくるし先生も結構まあ見たことある答えも多いかもしれないけど今まで見たことないような発想の答えとかももう出てくると思うんですよねそれって先生もきっと面白いって僕は思いますまあ先生は大人だけど情報量だと僕たちも負けてなくて頭も柔らかいですねだとしたらもう出てる答えが こう普通かもしれないけど僕たちはもっと新しい転換された発想で生み出した答えっていうのを先生に提出できるんじゃないかなって思ったりします、まあ、スマホや PC は子どもに悪影響だっていう大人もまだ多くいますけど、まあ、そういう大人こそ子どもより上手にテクノロジーの使い方を分かってない良さを分かってないだからスマホや PC は子どもに悪影響だなんていう事態はもう終わったと思います。 勉強だけじゃなくて友達作りにもテクノロジーはすごい役立ちました、まあ、スポーティファイで今流行りの音楽っていうのは国境でそれは違いはありませんだからみんなでまあ何語か分かんない曲でもみんなで歌って踊ったり、まあ、あとはバスケのこととか、まあ、いろいろ正直友達作りは大変でしたけど意外にうまくいきましたあとはオンラインゲーム何,何言ってんだっていうかもしれないんですけど実はこれが僕を 結構成長させてくれたんですね、まあ、ちょうど1年前はこの「フォートナイト」っていうゲームが流行りだした時で、まあ、みんなやり始めたんですよ僕を含めてでだからでも僕はちょっとちょっとだけみんなより上手くてじゃちょっと「シーン」やろうよ「シーン」って呼ばれてるんですけど「シーン」やろうよって言って僕とやるんですけど、まあ、僕英語は喋れないじゃないですかでもあそこに敵がいいるるって言わわないと打たれるわけですねだからもうや,やばいと思って下手な英語でもとにかく喋るわけです早く。 そうするとどんどんん英語は上手くなっていってて今1年ちょっとぐらい経ちましたけどゲームのおかげでまあゲームというまあ究極のダブルタスクのおかげで英語は早く出るしみんな,のみんながゲームで使う単語とかもどんどんこう自分で吸収していけばみんなのなんか若者の表現っていうんですかまあ日本でいう「それな」みたいなのとかもどんどん身につけていってまあゲームが結構僕の英語を上達させてくれたって言ってもまあ過言ではないです。 まあそうやってあっという間に友達はたくさんできました。まあ、英語も完全じゃないのに友達はたくさんいて、なんでお前そんなに友達がいるんだって一年しかいないのに、コミュニケーションの塊だななんて言われてます。まあそんなこんなで僕の今の生活を僕は今の生活をめちゃくちゃ楽しんでます。留学大成功。まあまだ一年ちょっとしか留学してないのに僕今日グローバルターンって大丈夫なのかなって思ってたんですけど、まだ、あ、僕のグローバル化は間違いなくうまくいってます。 そしして今ででは世界中に友達ができました、まあ、シンガポールっていう国いるだけなのに今では世界中に友達がいますその理由はシンガポールのインターは親の駐在でこう来る子が多くて、まあ、結構帰っちゃうんですシンガポールから自分の国にそうすると1年ちょっと一年も友達じゃなかった友達もでちょっと仲良くなったのに帰っちゃうんですね、まあ、なんだけど SNS でつながってるしだからそこにまあこうチャットしたりとかそういうことゲームしたりとか。 そしたら今はもうカナダとかオランダとか中国韓国とかいろんなところに友達がいますそして僕はさっき紹介した「アレジ」のダウンロード数はなんと50%かなんか僕的にはすごいちょっと最初混乱してなんかハッキングされたのかとか思ったんですけどまあでもやっぱりその中国人の世界を旅するニーズに結構応えられてるのかなっていうのとか。 あとは2018年,、ね、年のフランスのバカロレア試験っていう日本でいうセンター試験的なものに僕の,あのアレジーの新聞記事がなんか問題になっててちょっと恥ずかしいんですけどちょっとエゴサーしてたんですよ僕「中満新之助」って。そしたらんかこうフランス語出てきてあれと思って押したらなんか「中く君の気持ちを答えなさい」とか書いてあって「うう、えー、みたいな俺「俺なんか問題になってんだけど」みたいなって。 ま正直言ってちょっと困惑したんですけどでもかなり光栄なことですでシンガポールの、えー、と現地メディアにも取り上げていただいてまあ自分が意識してないところでも周りはどんどん勝手にグローバル化していってくれました、まあ、中学高校で留学をさせてもらっていることはもう本当に感謝しかないし本当にありがたいですでもここまで長々と話してきた僕の 留学を成功させたスキルは、僕は新しくシンガポールで身につけたものというよりかは、僕は今まで日本でやってきたことです。それが世界に出ても通用しているっていうだけ。まあ世界に出れば人生成功するわけじゃないです。世界は単なる舞台です。テクノロジーにたけていればプログラミングができれば、まあ人生が成功するわけじゃないです。テクノロジーっていうのは単なるツールです。 英語が話せれば人生,をせ人生が成功するわけじゃないです英語っていうのも単なるツールです本当に必要なのは環境とかツールとかそんなものに全く左右されない自分自身の力ですツールを駆使して舞台の上であなた自身があなた自身の力でどう舞えるかっていうそれが一番大切なことですだから今日僕は今から必要なのは留学だとかプログラミングだとか 英語8話せないと絶対ダメだとか言う,必要は言うつもりは全くなくて僕が言いたいのは自分自身の力をつけるそれが自分を作るるということです。ありがとうございました